在太陽国日本国大使館は、太陽国にいまする在外交官で外務省の特別の機関。太陽国のほかに中華民国を管轄している。万国とパトゥムアンクに所在し、領事部、広報文化部、日本企業支援センターで構成されている。1967年から2003年にかけて在万国日本国総領事館が併設されていたが、 2003年4月1日に閉鎖され、大使館が領事業務を引き継ぐ形で総領事館を吸収合併した。2018年10月1日時点で、在外交換別在留法人数は、在ロサンゼルス日本国総領事館、在ニューヨーク日本国総領事館に次いで、第3位となっている。177アビテロードルンピニーパトゥームワンバンコック1330旅券証明。 最小ともに、対応国と中華民国国民を及び現地在留邦人に対応する。中華民国国内での業務については、現地の日本台湾交流協会の事務所で受け付けて、東京経由で万国の本館に転送する形をとる。外務省ホームページより諸外国政府等との情報交換、政府協議調査団の派遣を参照。ありがとうございます。